今日はスプリント系のメニューと5分走をやるので、朝キンタナ選手といつも通り集合してトレーニングへ出発しました。今回新しい試みとして360度モードを試してみたのですが、設定ミスで画質が若干悪いです。画質が若干ではなくかなり悪い気がしますが、今回はお許しください。まずはスプリント系のメニューを始めます。10秒スプリントを合計12本行いました。3、2、1、5。こんな感じで10秒スプリント、90秒休みを4回繰り返すメニューを合計3本行いました。ペース走をしていたキンタナ選手が追いついてきました。スプリント2本目スタート。360度カメラの編集にまだ若干手こずっているので画角はお許しください。こんな感じで一通りスプリントのメニューを終えて、先行していたキンタナ選手が折り返してきたところに合流。ここで地元のサイクリストも合流して次のメニューを行う峠に向かいます。次のメニューは5分 VO2 MAX、 5分レスト、5分 VO2 MAX を続けて行う15分走です。次のメニューを行う前にグミで補給をします。メニュー中の動画を撮っていたと思ったのですが、 GoPro のボタンを押せておらず下りの動画だけになってしまいました。メニューはしっかりこなすことができて、1本目の5分が 430W、 2本目が 433W でした。はい、ここで DI2 の充電が切れました。42、15固定です。最後に追加で登った登りは42、15ではきつすぎる登りでした。登りでは重く、平坦や下りでは軽すぎるヤギでしたが、なんとか一緒に帰ってくることができました。この後 GoPro の充電が切れたので動画にはできていないのですが、下の町から家まで20キロほどの上り基調の道をキンタナ選手と並走し、40分280ワットぐらいでした。昨日と同じくかなり強い向かい風でしたが、ギアが固定だったのでむしろかえってありがたいと思いました。今日の動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。